このしるべなき世に一筋の光を。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫呉は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。神秘、そしてその娘神剣英雄、よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。神剣英、袁紹と袁譚の配下神秘の娘である。袁家が滅ぶと父と共に曹操に仕え紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は袁紹を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すためこの一戦にて天下を平定しようとしたのである。神剣英と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔も。うむ、曹操殿、わしは一族も救えず。袁氏の人質となったお主の兄の家族か。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。父上、曹操殿にお気を使わせてどうするのです。幼州を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため、真剣へ真剣ですわ。うん、ああ曹操殿。皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。お主は良い娘に恵まれたな。間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが、近辺に水賊が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば孫権陣営を探っていた偵察部隊も。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。皆速やかに己の懸念を払拭し。
大前段で南馬がご入り用で またお待ちしてます。この辺に薬をくれる人がいるらしいが、おいら水軍の訓練を続討伐がいい訓練になるって聞いただ。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
潰しちまうか。お前らついてこい。おうおうおう、死にたくなけりゃ金目のものを置いてきな。私の知力が破れようとは。
敵将討ち取りましたわ。はっ、いいぞ、その調子だよ。やっ、
観念様はかなり硬派だって聞きました。強き、それを言うなら女性様だって硬派ですよ。どちらもかっこいい。観念、どちらもかっこいいってことですね。よ、待ちな、船酔いを直したいんだって。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速皆に伝えて船をつないでみます。その調子で頑張んな。士官よ、これで決戦の準備は賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。ならば将兵を休息させよう。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言って、もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力、水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度です。そう言いつつ気にかかることがあるような、何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどでは。風が強いな。先ほど御嶽の火が煽られて、そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、家計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。そうか、向こうは練度も高いというし、それより殿が皆を呼んでいる。承知しました。この時期
長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。時はまさに今。これより一気に長江を渡り、孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知遇で乗り越えよう。おー、この西北の風に乗り敵を討つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり、一刻も早く撃破された方がよろしいかと。曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。やれやれ。足場を崩し、戦意を損。
しますわ。この地は私がいただきましたわ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。来いよ！
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。曹操軍に将校を渡らせてはならん。孫悟の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。どうです孫家の姿が見当たりません。災害のあたり様子を伺うべきか。
倉庫の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。この倉庫は火器厳禁だ。くれぐれも注意するよう皆に伝えよ。行きますわ。真剣ですね。守れぬとは軍神の子として情けない。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることは心より嬉しく思います。伝令、曹操軍が襲撃。10万本の矢は全て消失しました。すごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これならぞ。に戦えるな。まったく宝刀先生様様だ。
の見せ場だ。小食よ、この歓喜校の校になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。孫悟の田舎武者どもに負けるかよ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。どうにもならん。敵将、討ち取りましたわ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。小さいお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。反撃行、欲に残る勝負を所望する。真剣です。想定以上。笑顔で参りましょう。行きますわ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。敵将、討ち取りましたわ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。時を返せ。ここを引く。
敵の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵を追い返せました。しかし、この様子、どうも妙でしたな。
守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。敵の諸葛亮って軍師、すごいんだから。この戦では何か策があるらしいぞ。そんな怖いな。できればここでじっとしていたいよ。北下曹操軍、さあ孫悟の本陣はここだぞ。半端な覚悟では戦場に立たん。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。最新の演技終わらせましょう。ですね。戦えること心より嬉しく思います。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。俺と戦うのはお前か。行きますわ。
性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。敵将討ち取りましたわ。驚きました。想定以上の戦果です。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。打てるはずが。
これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎痛恨よな。こちらの裏をかくなんて敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。仲間を援護し包囲を打ち破らん。殿の姿が見えぬのは気がかりと。今は無事であられると信じるほかない。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。なあ、諸葛亮の策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。私は董卓様に仕えることになりました。これでようやくお父様の思いに応えることができます。朝鮮、下部に優れる絶世の美女、官室の使徒王院により
実の娘同然に育てられた。長仙は義父への恩を返すため、その細い肩には重い使命が課せられている。長仙、分かってくれ。あの男は国にとっての災い。あやつの暴走を止めねば艦は終わってしまうのだ。だがそのためにわしはお前の人生を奪い。そのようなことをおっしゃらないでください。私はお父様のために働けて必ずや使命を果たしてみせます。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。殿を養子にしてからというものの、董卓殿は以前にも増して宝刀の限りを尽くしておられる。都には呂布殿にかなう者はおりませぬ。ふん、豚が一層醜くなったか。呂布殿、それはいかなる。俺はただ暴れられる戦場さえあればいい。戦を楽しみだという方もいらっしゃるのですね。お前は。突然失礼いたしました。私は長仙と申します。今は董卓様の侍女としておそばに置いていただいております。王仙様のお名前は聞き及んでおります。素晴らしい武をお持ちだとか。お前は戦が嫌いか。はい、戦は多くの罪のない人々が苦しみ死んでいく。心配はいらん。俺の最強の武が天下に知れ渡ればお前が悲しむ必要もなくなるだろう。お心遣いありがとうございます、宝仙様。呂布よ、どこに行っておった。肝心な時にそばにおらんとは、この役立たずめが。なんだと。俺は貴様の配下ではない。口答えをするな。奴はまだそう遠くまでは逃げておらんはずじゃ。さっさと追いかけて奴の首をわしの前まで持ってこい。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。曹操のアホを引っ捕らえるのじゃ。
という強さ。ここは引く。敵将撃ち取りました。いいぞ挑戦。だが無理はするなよ。秘伝の前にございます。貴様らに猛徳を打たせはせん。俺が命に変えても守ってみせるわ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。楽にして差し上げます。おくぞ。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取りました。素晴らしい働きを見せたな。この地の攻防は
戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。どうして差し上げます。秘伝の舞にございます。挑戦だが無理はするな。さあ宴の時間です。お楽しみください。やりやがるぜ。すいません、差し上げます。うちに逃げてくださいよ。秘伝の舞にございます。ここへ逃げ込んだのも計算の上。笛へ入れよ。追っ手を足止めするのだ。お気をつけて。出し惜しみはすぐ。今こそ奴らの動きを止めるのだ。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。のみのみならぬ相手、覚悟して臨まねば。秘伝の舞にございます。楽にして差し上げます。素晴らしい働きを見せたな。曹操を逃がした奴は皆死刑じゃ。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。曹操の阿呆を引っ捕らえるのじゃ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。お気をつけてか。出し惜しみやすい。はっ、食え。今こそ奴らの動きを止めるのだ。秘伝の舞にございます。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
わしの命を狙って生きて帰れると思うな。早々な法を引っ捕らえるのじゃ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。お気をつけて。私を信用する。クエ、今こそ奴らの動きを止めるのだ。さあ、宴の時間です。お戻りください。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
秘伝の舞でございます。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。これまでか。わしとしたことがここ一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。秘伝の舞にございます。呂布、何をしておる。なぜわしの前に曹操の首がないのじゃ。逃げる奴を撃ってもつまらん。あんな奴など放っておけ。なんじゃと。逃げられたくせに偉そうにしよって。お前が義理の息子でなければとうに切り捨てておるところよ。いいか、次同じようなことがあれば容赦せんぞ。わしが撃てと言ったら必ず撃て。よいな。口の利き方に気をつけろ、豚が。俺の戦いに指図をするな。撃つ撃たないは俺が決める。次同じようなことをほざいたら容赦せんぞ。犬のくせに何が最強じゃ。口先ばかりの役立たずが。お前がおじい様の義理の息子、呂布？なんて品のない顔なの。お前みたいなやつが身内だなんてヘドが出るわ。なんだお前は。私のことを知らない人間が楽陽にいるなんて驚きね。特別に教えてやるわ。私は東伯、東卓おじい様の孫よ。生意気な口を聞くとおじい様よりもひどい目に遭わせるから覚悟なさい。待ちなさい。何よあの態度は。おじい様もあんなやつのどこを見込んだのかしら。いいわ、もしあいつが変な素振りを見せたら私が懲らしめてやるから。素晴らしい働きを見せたな。おお、挑戦、少しやつれたのではないか。いえ、大丈夫です。先日曹操殿が董卓暗殺に失敗したのは、曹操殿に暗殺をけしかけたのは、まあ、お父様が。呂布が養子になって以来、わしはこれ以上奴のせいで国が混乱するのを。あの一件以来、董卓様はとても用心深くなられました。お客様には会おうとせず、身辺は常に本仙様に警護させております。そこが頭痛の種なのだ。近頃本仙様は董卓様に不満を持たれているご様子。つい先日も一触即発の雰囲気になりました。挑戦よ、いよいよお前という仕込まれた毒を使う時が来たようだ。十分な信を得ているお前ならば、そうして呂布に董卓を撃たせる。かしこまりました。それぞれが私に熱をあげてくだされば。うむ、それぞれが気に入りそうなことを二つもやればよかった。
終わったら戻ってきてくれ。董卓と呂布、二人の仲を裂く以外道はない。挑戦よ、より深くキャツラに取り入ってくれ。承知しました、お父様。私のテレンテクダの限りを尽くします。理事が貴重な宝石を手に入れたらしいの。この私を差し置いてありえないわ。お前、理事に伝えてきなさい。今宝石を渡せば多めに見てやるって。揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。いらっしゃい。毎度どうも。なさいました。おう、この宝石が欲しい。差し上げても結構ですが、条件があります。乱世の片隅に生きるしがない造兵。今時代の中心にいるのはやはり董卓様ですね。圧倒的な権力を傘に着て都でやりたい放題。何でも
元は辺境の地の一役人だったとは。そこからのし上がれるなんてついてますよね。ああ、俺にも訪れないかな。すごい幸運。東急様の舞台がなんだっけ。そう、分裂したそうだ。なるほど。手紙はすべて届け終えた。やるじゃない。お前意外と使えるのね。私の使命果たせたようです。いいぞ挑戦。だが無理はするなよ。トウタク殿より命が下りました。強い武勇を好まれる宝仙様のこと。戦いで活躍すれば目に留まりましょう。
らしい働きを見せたな。所詮雑魚の集まりだ。東卓、くだらん戦を俺にさせおって。お前の動きは悪くなかった。だが、あまり無理をするな。王政様、なんと優しいお心遣い。ありがとうございます。
戻ったか、挑戦。宝泉様へ贈り物をしたいのです。確か関戸場の蹄鉄を探しておられたな。それを職人に作らせ送ってはいかがか。関戸場の蹄鉄を作ってほしい？いいですよ、お任せください。蹄鉄を作るには型が必要です。この型があれば作れます。おお、これが関戸場のための蹄鉄ですな。だが呂布殿は賊討伐のためご不在。戻られたらお渡ししておきましょう。挑戦だが無理はするなよ。近頃五兄の動きがどうも怪しい。まずは証拠をつかまねば。謀反の疑い。
調べて董卓様にお伝えすればきっと。誰もいないな。よし、誰かついてきているのか。誰にも見つからなかったか。炎章殿に伝えてほしいことが。その通りでしたね。このことを董卓様にご報告いたしましょう。少しよろしいでしょうか。何？呉慶が炎章と通じておるじゃと？このわしを裏切るとは。朝鮮、よくぞ奴の尻尾をつかんだ。後でわしがたっぷりと可愛がってやるわい。お褒めいただき嬉しゅうございます。謀反を事前に防げて何よりでした。私の使命、果たせたようです。いいぞ朝鮮。だが無理はするなよ。おお、戻ったか朝鮮。ほう、董卓の溺愛する孫の機嫌を取ったか。謀反人の密告をしたか。ふむ、呂布に贈り物とな。賊を呂布と共に討伐して参ったか。これで二人はお前を一層意識するであろう。朝鮮よ、辛い人をよくぞ全うしてくれた。ありがとうございます。お父様。朝鮮、光純から受け取ったぞ。これは本当に俺に宛てたものなの？はい、お気に召してくださればよ。なぜ俺に送った？気の利いた礼などできんぞ。なぜと改めて問われましても、ただ私は董卓様に気に入っていただいているためか、城内ではあまりいい目で見られておりません。王翦様には心安くお付き合いいただけないかと。
身勝手な下心だとお笑いになられて、捨てていただいても構いません。捨てません。お前の気が済むなら、話ぐらいなら付き合ってやってもいい。はあ、お優しい方、ありがとうございます。挑戦よ、二人はお前にさらに熱を上げたような。挑戦。おお、両夫殿、ご用がございましたら挑戦から伺わせましたのに。お前に用はない。挑戦、トウタクがお前をそばめにすると聞いた。それは本当か？はい、私の本心も聞かず、私は本当は本仙様のおそばにいたいのです。豚め、挑戦をもてあそびおって。安心しろ、奴とは俺が話をつけてやる。お前は何の心配もせず俺のそばにいればいい。挑戦、死のうなどと考える。ことは思惑通り進んでおる。あとはその気を待つだけじゃな。挑戦、この頃おじい様と一緒にいる時間が長いわね。何様のつもり？取り入っていい思いをしたいのはわかるけど、目障りよ。東伯様、私はそんなつもりは。ただ東伯様が私のことを気に入ってくださっているだけで。黙りなさい。おじい様を色化で惑わそうとするなんて下品極まりないわ。どうせよからぬことを考えているんでしょ。絶対そうよ。いい？これ以上おじい様に近づかないでちょうだい。もしまたそばにいるのを見かけたら、ただじゃ置かないんだから。東伯様は私の使命に気づいておられるのでしょうか。もしそうだとしても、やめるわけには参りません。お父様のため、そしてこの国の平穏のためにも。炎症のアホがグズどもを引き連れてこの洛陽に攻め込もうとしておるらしい。呂布よ、お前の望んだ戦じゃ。奴らをとっとと追っ払え。道徳様、私も宝仙様と共に前線へ出とうございます。無双の武と謳われる強さ、この目で確かめたいのです。ダメじゃ、お前はわしと共にここにおればよい。二人でゆるりと戦勝の報告を待とうではないか。来い、挑戦、俺がお前を守ってやろう。お前の目に。宝仙様、ありがとうございます。東卓様、どうか私のわがままをお聞き入れくださいませ。わざわざこいつに許可などもらう必要はない。行くぞ。敵の総大将、炎将などただのアホじゃ。さっさと八つ裂きにしてやれ。連合軍なんて所詮寄せ集めじゃない。おじい様、存分に痛めつけてやりましょう。
実は、はあ、知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。来たか、雑魚ども。俺を抜いて洛陽へ入れるなどと思うな。兄弟たちが前線で戦っているのだ。私も前へと出て力を合わせねば。いいぞ挑戦、無理はするなよ。連長、よくとか。我ら三人力を合わせ、力を倒そう。承知した。いざ、ここに我らが義の力を示さん。どうよ、俺らなら誰が相手
相手だろうと負けねえぜ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。できるよ。今はその首を飛ばさずに置いてやる。敵を蹴散らせ。我らの巣誰にも阻ませぬ。来
たか雑魚ど。俺を抜いて落葉へ入れるなどと思うな。兄弟たちが前線で戦っているのだ。私の前へと出て力を合わせねば。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。いいぞ挑戦。だが無理はせない。戦を終わらせましょう。心配するな挑戦。邪魔をする奴ら、俺が蹴散らしてやる。連長、力徳、我ら三人、力を合わせ力を倒そう。承知した。いざ、ここに我らが義の力を示さん。そうよ。俺らなら誰が相手だろうと負けねえぜ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。しくじったか。助けを待つしかないのかよ。素晴らしい働きを見せたな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。挑戦。
だが、無理はするなよ。気を散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。もう楽よはいいだろう。俺も止水艦へ向かうぞ。私の使命必ず果たします。素晴らしい働きを見せたな。お願いしたいこと、これはあり、ついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。
の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ここ用心城は東卓打倒の橋頭堡。孫家の勇士たちを全力で守り抜くぞ。ここを孫家が守る城と知って攻めきたか。ならば目にもの見せてくれるわ。おお、いいところに来てくれた。お前たちを派手に倒せば俺も目立てるな。守るは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。お届けください。帝徳王が殿の盾となろう。何人であろうと手出しはさせぬ。帝徳王、戦とは何か知らしめる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。秘伝の前にございます。楽にして差し上げます。さあ、宴の時間です。お楽しみください。俺のことは一旦忘れてくれ。爆撃将打ち取りました。素晴らしいご活躍、お見事です。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。トータクは下道じゃ、親の。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご利益に。トータクの。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご利益に。ご無礼ながら、お手数をおかけします。なユース、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。守りは我らが受け持とう。何者にも抜かせはせぬぞ。Hit!
直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。守りは我らが受け持った。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵将打ち取りました。素晴らしいご活躍、お見事です。俺としたことが、孫騎の名が巻いているよな。私の使命必ず果たします。おいおい、いい戦ぶりじゃねえか。毎度どうも。